先日の動画で、こちらのね AE86 のシルクロード製の駅マニを仮付けして、まあ仮でね走行しました。その時におおよその空燃費センサーの位置と排気温度センサーの位置をね決めたので、今からね知り合いの、車屋さんに行って溶接をねしてもらおうと思います。数日間預けて作業やってもらうんで、まあ、溶接するところは撮影できないんですけど、まあ、とりあえず持って行って加工してもらいます。意味のある位置にね加工してもらうんで、またそれはね加工から戻ってきてからどういう考えでつけたかっていうのはね動画にアップしたいと思います。それではね持っていきます。やっと駅前に帰ってきました。で今回の変更点はここの排気温度計のボスと空燃費計のボス、溶接してもらいました。でティグ溶接ではないので、まあ持ってつける溶接の方法なんで、まあモリモリになってますけど、とりあえず排気漏れがないようにモリモリにね溶接してもらってます。なのでおそらく排気漏れはね、排気漏れとか割れとかはね少ないかなと思います。いい感じですね。はい、てな感じで帰ってきたので、今からね86につけていきたいと思います。取り付けはね前回撮ってるので、まあ省略していいかな。とりあえず駅マニフロントパイプは取り付きました。どうですかね、排気温度センサーいい感じに取り付きましたね。で O2 センサーもついてます。でこの排気温度センサーなんでここにしたかっていうと、ここが一番温度が上がるということで、こちらに溶接してもらいました。まあ、一番とかは前から風当たるんで、まあこの辺はね、割とすぐ冷えるであろうっていうので、一番風が当たらなくて、一番奥のこの4番にね、排気温度センサーは取り付けてます。で、空燃費センサーは、こちらの4つの気筒が集合したこのフロントパイプに空燃費センサーはつけてます。できるだけ近いところにはつけたいんですけど、まあ集合してるところの方が空燃費見やすいであろうということで、こちらにね集合したところにつけました。いい感じにね取り付いたんじゃないですかね。取り付いたので、今からちょっとエンジンかけて、まあ点火時期がまあフィーリングで合ってそうであれば、ちょっとねドライビングしたいかなと思います。とりあえずは動いてる感じかな。ただちょっとしか踏んでないのに450度とかなってるんで、ちょっと点火時期と空燃費がね狂ってるかなって感じですね。まあ500度とかなんで、まあ前よりねエンジンに近づいたっていうのもあると思うんですけど、排気温度とちょっと空燃費系も違うんで、またねリセッティングねしていきたいかなと思います。